サイドは滑りやすいので走らないでください。プールに入る前にはしっかり準備運動をしましょう。大きいプールへ入れるのは小学校3年生以上で、安全に泳げる人です。しかしロープで仕切ってある真ん中は深いので、ここは中学生以上で、安全に泳げる人だけにしてください。浮き輪の使用はできません。また大人の付き添いがあれば、両端の浅いところなら小さい人でも泳げます。この時には大人1人につき子供さん1人としてください。小さいプールは子供さん用となっていますが、大人も使えます。小学校入学前の子供さんには必ず大人が付き添って水に入ってください。水泳帽はきちんとかぶりましょう。髪の毛が帽子から外にはみ出さないようにしてください。腕にはめているロッカーの鍵はむき出しにしないで、内側へきちんと入れましょう。このプールの中で使うことのできるものは次のものだけです。ゴーグル、ビート板、直径が80センチ以下の浮き輪、ヘルパー、ストロークブイです。大きいプールでの泳ぐ方向は、今張っているコースロープに沿った平行方向の往復です。飛び込みや水の中に長く潜ることは大変危険なので禁止しています。また溺れた真似や悪ふざけ、物の投げ合いなども人の迷惑になりますのでできません。また人が混んでいる時の背泳ぎは十分注意して行ってください。泳いでいる途中で体具合がおかしくなった時は、すぐに水から上がるか近くの監視員に大きな声で知らせてください。また近くに体具合のおかしい人を見つけたら、すぐに近くの監視員に知らせてください。お願いいたします。汚い行いは絶対にやめましょう。痰や鼻水などは決められた場所に捨てましょう。コースロープには触らないでください。水泳時間の途中で10分間の休憩を取ります。ご協力ください。決まりやマナーを守り、譲り合いの気持ちを持って、安全で楽しい水泳にいたしましょう。